皆さんどうぞよろしく、わらしドラゴン DK です。じゃあね、今回もエンチャントアームやっていこう。この先っすね。まあね、墓守の村行きましょう。謎の男を追って行きましょう。持ってるんやろ。お、なんかすごい。ここが墓守の村か。静かっていうか、なんだか寂しいところね。寂しいところ？なんか誰か来たよ。それに寒い。寒い。おかしい。子供は風の子と言うが。私は言葉じゃないよ。私は言葉じゃないよ。言葉じゃないのか。さて、どうすっかな。クイーン・オブ・アイスの城について、まずは情報収集してみない？そうだな。あの、イケメンも探さないと。じゃあ、頑張って聞き込みだ。大丈夫か、ユキ。まったくも。そんな寒そうな服やからあかんねやか。おや、見ない顔だね。こんな偏僻なとこまでようこそ。それにしても珍しいこともあるもんだね。立て続けにお客さんが来るなんて。ただず立て続けて他にも来てんの。ああ、こんな寒いのに当たらんすぎしたがたいのいい兄さんが滞在してるよ。寒くないのかって聞いたら、ポリフェノールとか言ってたっけ。あ、あれポリシーだったかな。まあいいけどさ。絶対それ謎の男やろ。え、これ何、どっから来てこれんのこれ。え、ちょっと待て、あれ、なんでここにこれだけあんの。ちょっと気になる。いや、ちょっと待って、めっちゃ気になるんだけど、それが。いや、待って、ほんま、私見たんだよ、ゴーレムがすごい速さで北の空に飛んでいくの。その後何日か地震と地響きが続いてね、城壁の向こうで何が起こってるんだろうね。おー、そうな。君、この城壁に興味あるの？これって城壁なの？めちゃくちゃでかいね。城壁なのかと問われると、城壁だってだけこの村に伝えられているの。実際のところ向こう側に行ってみないとわからないわね。まあ、城があれば城の壁、なければ城壁じゃないってことになるわ。何これ。ちょっと待って。まあ、バイビー回復させておくわ。ここなんかあるの？あら、何かご用でしょうか。クイーン・オブ・アイスの城について何か知っていたりしない。あれね、私は詳しくは知りませんと。祖父ならば詳しいかもしれませんが、今は留守にしていますので。そっか、残念。なるほど、ご覧のね。よーし、じゃあちょっと見ていこうか、いろいろ。あ、と思ったらなんか、うわ、でけえもんだな。あー、でけえもんやね。大丈夫か、勇気。なんだってお前。クイーン・オブ・アイスの城は、ひょっとしたらこの先なのでは、と言っている。ライゲが通訳したよ。どう、ジュピ、ジュピ。大丈夫か、勇気、お前。とりあえず、花亀、勇気。チーン。チーン。他に出口もなさそうだし、多分ここが、賢者の言ってたもんなんじゃない？そうね。でも、こんな巨大なもんどうやって開けるのかしら。さあさあやろ。よし、話聞いていこう。おい、お前らどっから来た。こんなところで何やってんだ。俺たちさ、賢者様の塔からやってきたんだ。で、この門の先に行きたいんだけど。門の先だ。命知らずな奴らだな。門の先は凶暴なゴーレムがうようよいて、えらいことになってるぞ。それでも構わないから通りたいのよ。そんなら長老に相談してみろ。長老ね。ここの門の鍵は長老が管理してるからな。なるほど。長老の家はどこにあるのだ。長老の家はな、村の真ん中あたりにあるぞ。わかった、かたじけない。いいってことよ。じゃあ長老の家に行ってみましょうか。よし、行ってみよう。にしても寒さやな、ほんま。まあ俺はこういったところ好きやから行くださ。って何これ。
なんかめっちゃなんか行くとこあんねんけど、おお、ここいろいろ行ける人民街、市街地ジャンクしてで、これが京都市の市街地と。おお、なるほど。そう、なるほどね。ここからまたいろいろ戻れるよっていうことね。そういうことね。要はもうここ最後らへんやから、いろいろ戻れるようになってるんやろね。そんな気するわ。ちょっとこの中探索していきましょう。寝ればないね、こっちにはね。じゃあ、この下ちょっと降りていって、何があるか見ていこう。こっちは墓、墓っぽいね。お墓っぽいね。そんな感じがする。で、何かないんか？何かないんか？まあ、それないわな。もう、いろいろ墓やもんな。お墓ばっかやもんな。あるわけないわな、なんか。あわよくば何かお供え物あったりして、それ取っていきなりするんちゃうかなってなんとなく思ったけど無理やったな。まあそれはそうやわな。で、場所はどこにあるんかな、その長老の家は。こっち側から行って先か。投げる。よいしょいと。こんな寒い中でようこんなスピード出していけるな。絶対画面凍りつくで。で、行くとこどこなんよ。マジで分からへんねんけど。あ、アイテム発見。持っていこう。5000タブレット。ありがとう。で、向こうに戻ると。え？家ってこん、え、家ないやんか。え、で、トライ中央の家に住む村の長老の、ここか、ここしかないけど。すいません、村の長老さんっていませんか。長老は私の祖母ですが、何か。あのだ、あたしたち今度だけに行きたいんだけど、鍵くれない。ちょっと、はいはい。私たちは門の先に行きたいのだが、門の鍵を貸してはいただけぬか。鍵ですか。鍵は長老が持っています。長老はどこにいるの。もう勇気喋るなお前。ほら勇気チーンしょ。こいつ保護者かよ勇気。いや勇気じゃない、やつは。ずひ、あのさ、長老ってどこにいるの。今は墓地の方に行っているはずです。墓地ね。分かったわ、ありがとう。いえ、じゃあ墓地の方に行ってみましょう。ああ、行きましょう。行くか。行こう行こう。どうした。何。あなたにちょっとお話が。あ、俺に。何何。あの、あなただけにお話があるのですが。へえ、集まだけ。私はじゃあ先に行ってるわ。じゃあ私も。あまり長く油を売るなよ、アツマ。なんだよ、みんななんか感じ悪いな。すみません。いいよいいよ。で、俺に用って何。この手紙をある方から預かっているのです。手紙。ええ、あなただけの時に直接手渡しするようにと。へえ、よく俺って分かったな。この服着てるからじゃ、バカみたいな顔をしている方と伺っていましたので。すぐ分かりました。バカみたいな顔。ああそう。分からんやって思われてる、ね、手紙の中身はと、今晩門の前にて待つ、必ず一人で来られたし、謎の男、どういうつもりだ。あの、大丈夫ですか。あ、ああ、それよりこのことを俺の連れには黙っててほしいんだけど。はい、それは構いませんけど。あ、ありがとう、じゃあね。うん、なんで一言とこで開けた。こうしていれば鼻の通りが良くなるぞ。よし、これならもう平気だぞ。どうした？え？まるっきり子供ね。ね、どうしたん？あ、アツマ、戻ってたの？
ああ。結局何の用だったの、あの女。別に、何でもない。なんか怪しい。みんなからちょっと。この気まずい空気は何？何？お前のせいやろ。何？ライカさん。いや、なんでもない。それより村の長老を探しに行くか。そうね、そうしましょう。うん。魔導器探しはどうするの？うん。それは後でも構わんと。とりあえず村の長老を探すぞ。うん。どうすんのって言われて、絶対あずは、あ、ちょっと今それ聞かんとっていうようなそういう顔をしてる気がしてるけど。え、なんか、え、あれ、え、ちょっと待って、あれは、え、ちょっと待って、こいつ何やってんだ。そうよ、人間様を襲うなんていい度胸ね。ぶっ飛ばしてやるからこっちにかかってきなさい。え、何こいつら、イエティ、イエティではないよね。そんな感じのゴーレムではないよな。なんか生き物っぽいもん、こいつ毛あるし。これゴーレムやったら笑えてくんねんけど。よっしゃ、どうだ、おっしゃい、おっしゃい、痛い、うわ、やばい、うわ、ちょっと危ない危ない、いいね、いいね、あっしゃ、あっしゃ、あっしゃ、強っ、強っっていうのかもな。レーバーテインはやめとこう。ちょっと待って、ちょっと考えたさせて。あ、ひとまずカリンで、あ、違う。で、あれ違う、え、あ、これカリンちゃうやんかも。カリンちゃうやんかも。あ、じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、こっちに下にやらせて、ちょっと待って、え、こっち誰、勇気やんな。じゃあ目がしているか、いや、一緒のことこれでいくか。続きざまに銃弾をちょっと、OK、まあこれでいこう。で、ここに連れて行って、こいつライガーは前に持って行って、メガブレイド、 OK、こいつら強い。一体の攻撃力半端じゃないんだけど、これやばいやろ。あ、これまた死んだ。700、あ、400は、あ、終わった。ちょっと待って、やばいって。ちょっとこっちでやるわ。これリターンパウダーやね、 50% で蘇生させて、で、こいつで、まあメガショットを打つ。そしてこいつでメガキュアダンスをやっておく。蘇る、迷惑かけちまった。よっしゃ、いけた。俺のやりたかったことができた。よかった。一発で死ぬまくらさって、またもう。おい、ちょっとアツマ、もうええわ、もうめんどくさい。もうめんどくさい。よっしゃ、よっしゃ、一匹になるか、ようやく。ちょっと、あ、もう死にすぎやつば、やる気が出てくるからやめて、ほんま。魂、呼び覚ませ。強すぎへん、こいつ。なあ、シャー100とかやめてよ。奇跡をここに、迷惑かけちまって、迷惑せよ、ほんま、こいつは。ちょっと、つまちょっと、お前やっと出てくるんやけどさ、もう、あー、もう無理、もなんかもう負けそうな予感がしてきた。それいらんから、ちょっと役に立ってんかな、なんとなく。
そんな気するよ。あ、終わった。よかった、怖いよ。死にすぎ。アツは死にすぎ。よし、やっつけたわね。どんなもんだってんだ。いや、その前に、ようアツは死んでたけどね。ご老人、大丈夫ですか。ああ、怪我はないが、腰が痛いてしもたの。ああ、腰痛いてもたか。ぎっくり腰かな。マジで。よっしゃ、おぼさりな、ばあちゃん。すまないね。いいって、いいって。じゃあ、家まで送っていきましょう。ん？あれ、ゴーレムなの？ウホボンゴ怖。ウホボンゴって。笑けてくるんやけど。助けていただき、ありがとうございました。ああ、全然余裕。いや、お前、よう死んだだけどな。どうもありがとうございました。それで、あんた方は、この村に何をしに来なすったんで？そのことなんだけど。なんと、クイーン・オブ・アイスを。それは、無謀というものですじゃ。ですが、誰かがやらねばならぬのです。そうよ。このままじゃずっとデビルゴーレムの脅威は去らないわ。確かに。このままではやがてこの村も。おばあ様、私、この方たちになら鍵を託してもよいのではと思うのですが、命の恩人ではありませんか。わかりました。鍵をお渡ししますじゃ。ああ、してくれる？ありがとう。ただし、今日はもう遅いから泊まっていきなされ。鍵は朝出発するときにお渡ししましょう。そうね。わかったわ。ああ。まだ魔導機ゲットしてないしね。魔導機についてはまた後で考えよう。そうだな。そうやんな。アツマがそう言うなら、それでもいいけど。ところで、ちょっと俺、用があるから外に出てくるわ。用って？野暮用さ。じゃあ、しばらく自由行動にしましょう。そうだね。ああ、そうしよう。おさ、仮に仲間から外れた勇気も外れた。全員仲間から外れたと。門の前だったよ。そやね。謎の男来るんじゃねえか。といったところでね、今回はここら辺でやめておきたいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。